ナンバー、仕事場から直接来たのか。ああ、ウィキン企業立ちっぱなしだよ。その分ビールがうめえ。マスター、ビールおかわり、全員分ね。サラリーマンが板についてきたね。サッチョンの方はどうなんだ店の方は。正直景気は悪いね。細々と、まあなんとかやれてるって感じかな。そっか。でも野々宮の忘れがたみみたいなもんだからね。あの店はきっと横浜ナンバーワンのキャバクラにしてみせるから、あんたたちもたまには金落としに来なさいよ。いいけど、ぼったくらねえでくれよ。人聞き悪いこと言わないでよ。ぼったくられるほど持ってないくせに。違いね。はいよ。お、マスターありがとう。久々に会ったんだ。申し訳。今日はガンガン飲もうぜ。そんな張り切ってお前潰れんなよ。よっしゃ、じゃあ改めて乾杯。乾杯。乾杯。今日蝶たちはやっぱり来ねえって。ええ、半純義もな。だよ、付き合い悪いな。せっかく半年ぶりに飲もうってのによ。気使ってくれてんだよ。自分たちはあくまで裏社会の人間だから、いつまでも関わっちゃいけねえってさ。ちょっと寂しいけどね。まあな、でも言ってることは間違っちゃいねえ。本来交わるべきじゃねえ世界の住民なんだ。俺らが表の世界で真っ当に生きようと思うんならなおさらな。何、別に根性の別れってわけじゃねえ。頼りのないのはいい頼りってやつだ。だな。で、お前らはその後どうなんだ。荒川真澄の置き土産は順調なのか。まあ先の長い話だけどな、コツコツやってるよ。足立さんには迷惑かけっぱなしだしな。まったくだ、うちみてえな弱小会社に仕事なんてポンポン作れねえってのに。いや、ほんと面目ねえ。冗談だよ、春日よくやってる。一文の得にもなりゃしねえってのによ。変わんねえな、お前は。そうだね、そういうのかっこいいって思うよ。そうか。うん、ちょっとお手洗い。マスター、お手洗い借りるね。で、さっちゃんとはその後どうなんだよ。え？え？デートの一つくらいはしたのか。な、何言ってんだよ。ああ、ダメだこれ。進展なしだ。まあデートしてる暇なんてあるわけはねえとは思ってたが、ここまでとはな。このヘタレが。ちょっと待ってって、何言って。カスガ、お前さっちゃんに惚れてんだろ。いや、それは、その隠してたつもりか。バレバレなんだよ。こっちがこれまでどんだけ気使ってたと思ってんだ。そうだったの。まああんなことは気にすんなって。それよりも動くんなら今なんじゃねえか先生。お互い散った生活も落ち着いただろうしな、そういうことを考える余裕も出てきたろう。いやでも、んなうだうだ言ってるうちに他の誰かに取られちまってもいいのか。さっちゃんには不渡客もいるだろうしよ。お前が思ってる以上に競合相手は多いぞ。でも俺そういうのからっきしでどうしたらいいか。こんな有様佐々木には見せらんねえな。今日の帰りにでもさっちゃん誘ってみろよ。今度二人で遊びに行かねえかとか、最初はそんなんでいいから。お、さすが足立さん、百戦錬磨。
何足立さん、また悪い遊びしてんの？まあな。あ、そうだ、さっちゃん、この前よ。飲んだ飲んだ。大丈夫かよ、ナンバー。ふらついてんぞ。しゃあねえな、俺がついてくわ。どっちにしろ駅行くっしょ。大丈夫だってどこがよ。ほいじゃな、まあ機会があればまた飲むや。うん、それじゃあね。人生は一度きりだ。悔いのねえようにしろよ。足立さん。ほら、ナンバー、帰るぞ。開いてくな。大丈夫かな。さーて、私も帰るか。じゃあまたね、一番。ああ。さっちゃん。ん？あ、いや。何？どうしたの？いや、なんでもねえんだ。そう？じゃあね。さっちゃん！え？ちょっとさっきから何？わ、悪い。あのよ、今度どっか遊び行かねえか？え？何？もう次の飲み会の話？次はうちの店でやる約束でしょ？あ、いや、そうじゃなくて、二人でどっか行かねえか？終わった。だよ、もう。あ、もしもし。ごめん、急に言われてテンパっちゃって。いや、こちらこそ大変ぶしつけなお話で。来週の土曜なら空いてるんだけど。はい。遊び行くんでしょ、二人で。え、それつまり。楽しみにしてる。じゃあまた。やった！やったー！イエハハハ！なんだいっちゃん。よ、元気にやってるか、おい。なんだなんだ。やめろよ、バカ。やってんだお前ら。よー、おっちゃん、おっちゃん、やった、俺やったんだ。おいおい、どうした、じゃ酒くせ。いいじゃねえかよ、今日はめでたき日だ。ブレコと行こうぜ。な、なんだなんだよそれ、踊れ踊れ。いっちゃん、いいことあったのか。ハレルヤ、よせこの酔っ払い。なんだよ、ハレルヤ、宝くじでも当たったのか。いいじゃねえか、いいじゃねえか。ハレルヤ。
そうか、OK もらえたか。やったじゃねえか。楽しんでこいよ。なんでしょぼくれてんだよ。いや、よく考えたら俺20年近く無所にいただろ。まともなデートなんかしたことねえんだ。もしさっちゃんをがっかりさせちまったらって考えると。おい、ネガティブになるなよ。デートでの失敗なんて誰にだってある。ビビらずドーンと行けって。失敗してさっちゃんに嫌われたらどうすんだよ。付き合うどころか絶交されちまうかも。決めた、デートは断る。てめえから誘っといて断ったらそれこそ絶交だろうが。じゃあどうすりゃいいんだよ。どこに行って何を食って何を喋りゃいい。全然わかんねえんだよ。しょうがねえな。こりゃ俺らの出番みてえだ。そういうことらしい。え、おめえらデートしたことあんのかよ。まあ人並みにはな。力になるからよ。せっかく掴んだチャンスだ。ものにしようぜ。おめえら恩に着る。さて、じゃあ何から話すかな。まずはデートに臨む心構えからいくか。だな。まずは何よりも変に肩肘張らねえことだ。デートってのはお互いをより深く知るための時間だからな。自然体が大切よ。なるほど、自然体か。いや、それは違う。女の子がデートに求めるのは特別な時間だ。記憶に残るような特別な一日。自然体なんかじゃなくてバリッと決めていけ。なるほど、特別な一日か。あれ、でも言ってることがナンバと逆じゃねえか。どっちが正しいんだよ。こういうのはおとなしく年長者の言うことを聞いておけ。伊達に人生経験積んでねえぞ。いや、足立さんが正解なら、なんでその年まで独身なんだよ。ナンバだって彼女の一人もいねえじゃねえか。痛えとこをつきやがる。思いついた。今から街で言おうぜ。そんで俺とナンバがそれぞれアドバイスする。どっちのアドバイスを聞くかは風がおめえ次第だ。どうだ。望むところじゃねえか。最高のアドバイスをしてやるよ。さあ、全は急げだ。おお、よろしくお願いします。駅前に来たけどよ、これからどうするんだ。気を引き締めろ春日、授業はもう始まっている。おお、デートの極意レッスン1、待ち合わせの姿勢だ。姿勢？そう、デートってのは待ち合わせ場所に着いた時からもう始まってんだ。相手より先に着くのは当たり前。愛しの彼女をどう待ち受けるか、肝心なのはそこだ。何しろ相手にしてみりゃ、そこで目にするおめえがデートの第一印象なんだからな。その印象次第で気分も変わるってもんだ。なるほど、確かに。どういうこと。じゃあ一番、お前どういう風にさっちゃんを待つつもりだ。そりゃ普通に立って待つんじゃねえか。ああ、硬い硬い。緊張してますって感じがプンプンする。お前がそれじゃさっちゃんもデートを楽しめねえぞ。そうなのか。でもじゃあどうすりゃいいんだい。つも通り自然にだよ。そら、そこのベンチにでも腰掛けて、なんならうとうとしてるくらいがちょうどいいんだ。え、寝て待つのかよ。言ったろ、自然体が大事なんだ。まして寝顔なんてのは相手に心を許してなきゃそうそう見せねえもんだろ。まあ
そうかもな。お前がうとうとしてんの見たさっちゃんはよ。まあ一番ったら私にこんなに心を開いてくれてるのね。嬉しい。それにキュートな寝顔守ってあげたくなっちゃうてなもんよ。そうなのか。なあ足立さんはどう思うんだ。論外だ。ベンチでうとうとだ。言ったろ、女の子がデートに期待してるのは特別感だ。待ち合わせの瞬間にも相手はそれを求めてるんだ。待ち合わせの姿勢で特別感ってどうやるんだよそりゃ。まず待ち合わせ場所には30分前に到着。その後黙って仁王立ちだ。脇目も振らず愛しい人が来るだろう方向だけをただ見つめる。そんなお前の姿を遠くから見つけたさっちゃんは思うだろう。今日の一番いつもよりなんか素敵。これからいつもと違う一日が始まるかもってな。おお、まあ確かに気合は伝わりそうだな。なんだよ、そんならお前どっちのアドバイスを採用するんだ。そうだな。どっちかっつうとナンバかな。座って待ってた方がその後に体力温存できていいんじゃねえかと思って。うん、お前は見どころがある。さあ余裕を持つことが肝要よ。ちょっと待て春日、お前が待ち合わせ場所に行ってもしさっちゃんがベンチで寝てたらどう思う。え、昨日の仕事で疲れてるのかもとか。ああそう、ベンチで寝てるのが気を許してることの表れだなんて思わねえ。ただのお疲れサラリーマンだ。さっちゃんも気使ってデートどころじゃなくなるだろ。確かにそりゃそうだ。うだからこそバシッと仁王立ち、これがデートに臨む男の基本姿勢だ。まあ仁王立ちもそれはそれでさっちゃんを怖がらせそうだからよ。普通に立って待つわ。でも待ってる姿がその日の第一印象ってのは気がつかなかったぜ。だらしなく見えねえよう気つけるわ。ありがとな。その意気だ。じゃあ次のレッスンと行くか。デートの極意レッスン2、デートの行き先だ。おお、それそれ、そいつが聞きたかったんだ。俺洒落た店なんて全然知らねえからよ。洒落た店。おお、デートっつったらよ、やっぱイタリアンとかフレンチとかそういう洒落たとこがいいんじゃねえのか。なんだよ。デートはおしゃれなレストラン。一番、お前はマニュアルにとらわれちまってる。ああ、そんないかにもな場所を安易に選んじゃ特別な一日にはならねえ。春日、お前が本当に輝く場所を選ぶんだ。俺が本当に輝く場所？そんなとこあんのかよ。ああ、あのインドカレー屋だ。カレー屋？あの店は裏メニューで100カラを頼める。スコビル値にしておよそ120万、タバスコの500倍以上の辛さだ。500倍？ええ、辛いもの好きどもが尻巻いて逃げ出す化け物メニューだ。今のところ完食できた人間は一人もいねえ。そんな化け物をお前がペロリと平らげたらさっちゃんはどう思う。辛いもの好きなのねとか。バカ、吹き出す汗を拭いひたむきに打ち込む男の姿を見せてんだ。これに惚れないやつはいねえ。これぞお前の最も輝く瞬間だ。そうか。バカ、
なんで完食前提で話してんだよ。生きった挙句食い切れなかったらそれこそ最悪だろうが。確かに。何べんも言ってるだろう。自然体、変に無理することはねえんだ。肩肘張らずにお前が通い慣れてる店に行けよ。そうは言ってもいつも行くとこなんて牛丼屋くらいしかねえよ。だったら牛丼屋でいいじゃねえか。え、デートで牛丼屋かよ。デートに決まりなんてね。大切なのはリラックスしてお前らしく接することだ。それには生き慣れた場所が一番なんだよ。まあ確かにイタリアンやらフレンチじゃ緊張して俺らしくどころじゃねえからな。バカ、牛丼屋なんてカッコつかねえだろ。百から食って男見せろ。カレーと牛丼以外に選択肢はねえのかよ。そうやって悩んでたら当日も優柔不断な行動になるぞ。おい、バシッとどっちか選べ。マジかよ。まあ強いてどっちか選べって言うなら。どっちかって言われると牛丼屋かな。おい嘘だろ、デートで牛丼屋って。よく考えてみたらよ、俺が黙々と激辛食ってる間さっちゃんは何してんだ。そりゃお前の勇姿を見つめてるんじゃねえのか。それさっちゃん楽しいかな。デートの目的ってかっこよさをアピールすることなのか。他に何があるってんだよ。いや、せっかくなら会話を楽しんだり、そう、二人で楽しめねえとしょうがねえんじゃねえかなって。それはまあその通りだ。いいとこに気がつくじゃねえか一番。だよな。あ、となると牛丼屋でもなさそうだな。確かに俺はリラックスできるけど、さっちゃんにとっちゃあんまり楽しい飯じゃなくなりそうだ。俺なりに二人で楽しめそうな店探してみるわ。そうだ、よくぞ気づいた。いや、お前がそれに気がつけるかあえて引っ掛け問題を出したんだ。なんか思ったよりちゃんとしてるなこいつ。だな、ちょいと尺だが一安心だ。いやー、二人のおかげでデートの心構えがめきめき上達してるぜ。そう、次は何を教えてくれるんだ。よっしゃ、次が最後のレッスンだ。ついてこい。よくぞここまでついてきた。最後のレッスンはデートの要、服装だ。もう難波が何言うかは分かってるぜ。いつもの洋服、つまり今俺が着てるこれだろ。いつも通り自然体にってな。違うな、そんなの全然自然じゃない。え、生地本来の色じゃないだろう。つうわけで俺が勧める最も自然なデート服がこれだ。これがデート服。随分とシンプルだな。自然な装いってのは突き詰めていけばオーガニックにたどり着く。この服は麻やコットンから作られていて、化学染料も一切使ってない。つまり環境に優しい自然素材ってわけさ。なるほど、こういう自然の形もあるのか。でもさっちゃん、びっくりしねえか、俺こんな服全然着たことねえし。心配すんな、人間は誰しも自然の一部だ。さっちゃんもすぐにこの素材に親しみを感じるぜ。何より環境に優しい男は好感度爆上がりだろう。そうなのかな。でもまあ確かに環境に優しいに越したことはねえな。おいおい、目を覚ませよ春日。環境保護活動に行くわけじゃねえ、デートに行くんだ。
自然か天然か知らねえが、こんなんでさっちゃんの心がときめくわけねえだろ。じゃあ足立さんのおすすめは？見ろ、これがかっこいいデート服だ。これはさすがに派手すぎねえか？春日、なぜ蛍が光るか知ってるか？急に何？オスの蛍が光るのは求愛のためだ。愛しい人を振り向かせるために光る。それは生物共通の本能なんだ。本能に従え、カスガ。サッちゃんを射止めるために命を燃やして叱るんだ。そう言われたら確かにこのスーツがかっこよく見えてきた。さあ、俺とナンバのコーディネートどちらか選ぶんだ。どっちを選べばいいんだ。どっちも正解な気がして選べねえ。悩むな、一番。自分を信じろ。分かった。じゃあ俺が選ぶのは、足立さんの方にする。自然体も大事だけど、服装くらいはいつもと違う感じでパリッと決めるのがいいんじゃねえかと思ってよ。そうか、なら俺から言うことは何もねえ。お前のベストを尽くしていいデートにしろよ。だな。俺らができることはここまでだ。成功を祈ってるぜ、春日。おめえら、おう、任せとけ。